修理だとこっちだともう変わってよ。僕が決めたもんね。お前怪しいやつだと。おめえそんな真似してえれえ強えな。ほらおっかなげたぞ。オラに協力するだどうだ。エレニーさんってマジでお金持ちなのね。半年前に何かあったっけ。ダオコシ反対派の連中は盗んだ金貨をどこに隠したのかなって。結構な量だし捨てるわけにもいかないし。これはどうだと。僕にもその服作ってもらってよ。あんたはあれから流れ流れて私のふるさとのゼフィーリアにたどり着いて、そこであろうことか。ムーチは呼んだ。今度はオラの反撃開始だ。手伝ってほしいんだと。よっしゃ。ああ、あとは手分けして追っかけるわよ。私には未だにこの世界は謎だらけよ。まったく我ながらよく生きてたもんね。マジに怒るぞ。よし行くわよ。よっしゃ行ってみましょう。すごいけど懐かしい木。偽物どもか。無茶すんな。ギタギタにしてやるど。くっ、お前怪しいやつだど。私に全面的に責任があるのは認めるわ。元はといえばキャニーさんが人違いをしたのが原因でしょ。あ、どうかしたのか。ないな。もう変わってよ。ダオコシ反対派の連中は盗んだ金貨をどこに隠したのかなって。盗んだ金貨をどこに隠したのかなって。家の中に隠したなら湯探しされたら一発だし。それがそうじゃないんです。こんなのは邪道だ。土木工事というものはあくまで手作業で汗水垂らしてやるもんだ。でしょ。えらい言われようだな。やったな。ハーベストは何だって取れるんだと。この辺りから行っちゃおうかね。おら、ないな。まあそんな負け犬ごときにこの私が負けるわけないってことよ。血管から直接注入したんだと。あんたはこの寒い中を駆けずり回りたいの。いいから見てなさいって。お前なんかに負けるか。本当だって。ほら揚げたてのコロッケはうまいんだぞ。大丈夫なのかなこの姉ちゃん。おいおい、めちゃくちゃ物騒なこと言ってるぞ。そうなのよ。それで私たちもえらい迷惑こいててさ、これからそいつらをぶっちめに行くとこなの。なんだって集め取ってくるだ。あ、俺が。うわー、かっこいい。首のなんとかという血管を切断するぞ。そうじゃないでしょ。誰が問題外なのよ。私も殴る。おひゃー。よっしゃ、じゃああとは手分けして追っかけるわよ。屋敷ってことは。やったな。ああ任せとけって。あんたはこの寒い中を駆けずり回りたいの。おっとっと。一体これを作ったやつってのはどこのどいつなのよ。ダメだこのままじゃ。いや久々のモンスターエビリだったけど、まだまだ腕は落ちてないわね。今の終わりが来よう。リナがポエムランドを作るはずがない。本物のリナをどうしたんだ。怒らない怒らない。この森を抜けるのにあんたの類まれな能力が必要なんだから仕方がないでしょ。ブブー、はじゅれ。あ、かっこいい。俺たち仲間だよね。同じ能力を持つ。おお、これが。あ、かっこいい。こういうことはもっと早く気がつきなさいよ。ほらバル、このコロッケうまそうだろ。どこからどう。もう許すもんか。やっぱり何か毒を注入したんだど。あっちこっち引きずり回して。
がそうじゃないんです。何？ないな。しまった、ないの。何をしたって、私はただポエムを。相手が勝ち誇ったとき、そいつはすでに敗北している。おいてますます健在というところかな。あとナーさん、あんた私の羊羹にまで手出すんじゃないよ。あんたの分は自分で食べちゃったんでしょ。こんななりしてえれえ、つえな。ほら、おったまげたぞ。こっから勝つぞ。なんだ、今のギクってのは。欲しいものを手に入れるときには戦わなくちゃならないときもあるってことよ。ほっ、ああ、そんな負け犬ごときにこのあたしが負けるわけないってことよ。助かったのか。あの、自分でも覚えてないものを私たちにどうしろと。ちと油断しすぎとったかの。ここにいてはならないと。なんかまずいのか。あんなこと言ってるけど怪しいわよね。行くわよ。やはりスタンド使い。やっばい。ダメだ、バッと思ったことがない作動部か何かが挑戦するようなものを見せめすぎる。そのとこでカペコちゃんと話してないで、こっち来なさいよ。やれやれ。屋敷ってことはエレミーさんってマジでお金持ちなのね。お兄ちゃんかっこいい。あの調子ならこれから村の人たちともうまくやっていけんじゃない。わらのハーベストはすげんだぞ。この世の終わりが来ようとも皆がポエムなんぞ作るはずがない。いや、なんでもないっす。先に進みましょう。いたな、そんなの。じゃあ、あんた何やってたのよ。何者だと。なんで小さくなってんの。あれ、空中で記憶レビルで卑怯なまねしないでよ。なんじゃ、このみっともないブサイクな頭は。次のデリーダー発射して。それがそうじゃないんです。どこだと。これじゃ。とにかく全力で戦う。なんとかこのまま食い止めるよ。一気に距離を詰めるわ。このまま前進するわよ。私にだってこれくらいできるはずよ。ああ、俺が。よっしゃ、そうと決まったら早速出発するわよ。いきなり紅茶吹き出すなよ、リナ。やらせはしないわ、この一撃で決める。バッカー。あー、出てこい、タコンだ。リナー。いいな。本気で戦っても。立ち止まって振り返ったところを見ると、それは自分が変だって自覚はあるみたいね。そりゃあ、まあこのままってわけにはな。この先の町に行ってこの紙に書かれたものを買って帰ってくる。行っちゃったもんね。まあまあ、部屋に飾っておくなり着せ替えを楽しむなり。ということを解いているの。そういう素直な態度は、オラ。そうじゃないでしょ。誰が問題外なのよ。私も殴る。やったな、リナ。やった、マジだわ。いたのか、こんなスカの宗教に入るやつが。こういうのはいたな、こういうやつが。
積もれば山となる。早く戦いに戻れ。なんだ、なんか問題でもあるのか。それで私たちもえらい迷惑こいててさ、これからそいつらをぶっちめに行くとこなの。